ペチー間違えた。しギフトを読みの改革をしたんだったやっほーで、2024年だよね。やっほー、こんなちょっと早めな時間に配信を始めてみた。2024年、オッケー。うん、浦部さんありがとう、鍋さんもありがとう。9月も来た。そして2024年、焼けてない色の問題、夕日が差し込んでる問題。スノー、星花火ありがとう。高幸さん、かわいい、ありがとう。焼けたのは足の指ぐらいですかね。え、めっちゃ焼けてる本当にね。サンダルで歩いてたんだけど、日焼け止めを唯一塗ってなかったの。よいちさん、金魚ありがとう。お、ノーピーがプレゼント喜んでた、よかった。コバさん、金魚ありがとう。髪が綺麗だよね。もしかしてメール届いた。遠い惑星さんありがとう。ポンコツさんありがとう。私って自己肯定感の塊すぎてウケる。髪が綺麗だよね、サララン。ポンコツさん、かわいい、ありがとうね、つやつや。 CM のような綺麗な髪っす、嬉しいっす。自分で言うよーん。お、よかった、メール届いたようで。くにちゃん、金魚ありがとう。金魚ダム、キングダムの新しいバージョン、金魚ダム。絶対弱っちいよな、みんな。でこっち染めたりしないの？うん、今のところしないかな。でも金髪にしたいかも。でも染めてみたいとも思うけど、どうなんだろう。染めたみんながどんどん暗くなっていってるから、結局は暗髪がいいのかな。金魚ダム、わかる。金髪、金髪憧れる。でも私は確かに黒髪、私結構茶色い方なので、わかんない、黒い人に比べたら。そうだから別にいいかなと思ってる。ピースさんありがとう。塚本さんもありがとう。そう、一度染めると元の色には戻らないんでしょ。だからね、結局オタクは黒髪中だからね。面白いね。え、わかる、広角レンズだよね。あれ面白い、あの人だよ、この人だよね。そう、地毛でもちょっと茶色っぽい。そうなのよ、びっくりされる毎回メンバーに。くそ、髪染めた、サラピニ。この前毛先がやっぱどんどん傷んで茶色くなる派です。黒髪、絶滅の危機、黒髪少女よ、ほう、日本の美。すごい、みんな黒髪信者だな。そんなに黒髪が好きなんだ。うん、ツイッターランド見てたらマジ同じようなの流れてくるから安心して。
黒髪が好きと言って私に黒髪を強制してこないで。私が何髪でもいいでしょ。黒髪でも何髪でも、まあ、黒髪なんだけどさ急に。あなたのそれってあなたの感想です。まあ、感想言ってるのか。そっか、自由か。へえ、あまり明るい髪色は好きではない。そうなんだ。へえ、めっちゃ黒髪ハラスメント。え、銀髪いいね。リコチが金髪ギャルでも押します。よろしくね。金髪ギャルになって裏ピースしてネイルもバチバチになってもよろしくね。こんばんは、ヤッホー。金髪、うん、全部みんなのそれは感想なんだって受け入れてあげるね。へえって、ふーんふーん、へえ、ほーはーね。でもそのでもなんか染めてみたい気もあるんだよね。うん、髪色色素薄くて、え、優しい。やっぱ目線が嬉しいですね。それはあの、それってあなたの感想ですよね。リアクションのさしすせさ。みきやくん、かわいい、ありがとう。そう、黒髪だとイコール清楚って考え、マジで謎。わかる、アンチです、その偏見アンチ。スノー、星花火ありがとう。ハーくんも星花火ありがとう。ずっと星花火あるのね。危ない路線に行きそうになったら止めます。よろしくお願いします。え、そう、今日さ、なんかさ、ショートにしたいってまたなったんだよ。でもまあしませんが。アジバルトさん、ありがとう。お手紙、カツリン、ありがとう。お手紙、ハーくん、星花火ありがとう。あやかちゃん、金魚ありがとう。そう、何事もチャレンジ、チャレンジ。今の長さも今のまま、ん、髪の長さも今のままが一番いいですか。わかんない、いつも何も考えていません、この長さは。もう、あやかちゃん、星花火ありがとう。はーくん、星花火ありがとう。でもショートもしてみたいし、ウルフとかもしてみたい。おりちゃん、チキン魚ありがとう。ポニテ好きですよ。今回もパッツンにしてもらいました。私はパッツンが好きやけ。すごい、顔文字さんありがとう。700回も来てくれて。夏尾直樹のことですか。写真集ありがとう。 もちろん写真集昨日みんなに渡せて本当に安心です。リコちゃんのコンロを見てみたし、絶対嘘。私がコンローにしたら旗から見てプキャーってするんでしょう。毛量減る？私は毛量多いから、減ったら確かに嫌だかもな。どうせプキャーってするんでしょ。前髪短くなったよ、全体的に。桃ピーチ、視界がいいわ。あっくん、生きがいありがとう。生きがい、写真集よきしないよ。ロックのリコちゃんが見てみたいんだよ。じゃんじゃん、ガンガン行くぜ俺たち、ラーワンピース、ラーワンピース。いいじゃん、ロックで行くね。早くマイカーでなんか ロックなことしない。いっぱい短くなった、視界良好。見てるよ。お団子も好きなんだ。個人的にはお団子部屋。お団子、お団子もさ、可愛いよね。明るい色にやってみてもいいじゃん。ボブとかショートにしたい、してみたい、めちゃめちゃ。じゃあ、あと、え、旋回訪問、誰誰、すごすぎないか。卵サンドさん、旋回訪問、えぐいて。美味しそうな名前、かわいい。卵サンドさん、ありがとう。すごい、ツインテール大好きです。
ツインテールもいいよね。ロックうららの時のお団子可愛かった。嬉しい。恥ずかしかった。あれ自分は似合っているのかって不安でしたよ。僕対レイダウンのリコちゃんの島だけ雰囲気違ってたの好き。やっぱみんな真面目組が揃ったからね。私の島はパシェとかミホとか笑っちゃうよね。今考えたら超真剣にレイダウンのあの世界線に世界にいたのすごい。カー君ありがとう星花火。まあ憑依型アイドルなので勝手に自称憑依型アイドル。高めツイン、ここぐらい。キャー、でもさあれしたい、あのあれわかるじゃないですか、カルコメで髪型毎回自由なんですって。だからいろんな髪型にしたい。ヒロピーさん星花火ありがとう。前髪完璧やん、かわいい。やろチル君元気そうに見えて面白かったのでよかったね。元気よ。ツインテールで配信してる時に飛び飛びできてリコチにハマりました。嘘でしょ、ツインテールしててよかった。あ、来た、ハッシュタグさん。さっき書いた、配信前に書いて送った。じゃあやっぱツインテールがいいんだね。私さ公演後にさ可愛い髪型を保って配信できなくて申し訳ないって思ってる毎回。なんか公演後髪の毛ほどくこうって聞かれるんよ。で髪の毛まあ自分でほどくの大変やけ毎回ほどいてもらって公演の髪型を保てずにいる。やっぱね元気分けやつあげる。幼稚園みたいこのツインテール。マサさんかわいい、ありがとう。かわいいなバリーさんめっちゃかわいい、ありがとう。かわいい、嬉しいな。幼稚園みたいです幼稚園。リカ子ちゃんかわいい、ありがとう。優しい。公演の時カツラ使えるカツラにする。あっくんかわいい、ありがとう。そうちゃんにいやおう、ありがとう。マックンケルかわいい、何連発もありがとう。確かに公演の時カツラで金髪にして踊ろうかな。カツラかぶって公演出るのってありなのかな。カツラ公演、カツラかぶって出たいな。金髪ボブのカツラかぶってみたいな。もうカツラはね多分ないな。ぐちゃぐちゃになっちゃった。エクステの一種と思えばいけるんか。全員カツラで。でも頭が、そう頭が超熱くてさ耐えきれないってなったらどうする。金髪で出てくるんだよいきなり私が。うわって。確かにハロウィン公演だったら、てか暦の上ではもう立春しました。立秋、あの秋ですか。暦の上ならもう秋よね。てかさ秋季大運動会ってさ9月とかからさ練習始まってさ、9月頭とかから練習が始まってじゃん。もう秋よね。でも今日外歩いたよ、さっき涼しかった。ほら立秋8月上旬ウケる。ちょっとね涼しくて嬉しかった。
昔の9月って今の11月、あ、そうなんだ。え、一時期に比べたらだいぶ涼しいよね。だよね。え、なんでなんだろう、台風のおかげ。マイコルさん、星花火ありがとう。なんで、もしかして涼しくなった。セミが夏の終わりを感じた。夏ルル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 。なんだっけこれ、津波なんだっけ。猛暑日予想、ちょっとどうした。この歌ってなんだっけ。夏の終わり、なんちゃかかんちゃか、タララ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 ラ。あ、森山直太朗の座り、やってた。おお、ぴったりじゃんね。なんか聞いたことあると思った、夏の終わり。さすが、冬が待ち遠しくなるのかな。ね、もう温まった地球を冬で冷たくしなきゃ。なんてもう日本は暑くなってしまったんだ。ねえねえ、例えば10年後の夏とかもさ、激アツなのかな。冬が始まるよになる。冬が始まる、マジで始まってほしい。私一番好きな季節は冬だよ。広島は亜熱帯、やばいじゃん。亜熱帯地方、亜熱帯気候で。ひと夏の長さより、歌うまりこちゃん、やっぱりね、うますぎちゃうからさ、ちょっとしか出ないんで、とろけちゃうから、やばいって。10年後最高気温40度割ろうと。やばいって、太陽より暑い。サウナじゃあね、来週ずっと昼間35度よ。え、怖い。もう昼間家から出ないことにする。5度とかありそう、マジ。夏のあなたに会いたくなるの。月見バーガー食べたいよね。わかる、9月4日からだよね。よし、くし、くしくし、くしくしちゃんです。日常的に40度近くだろう、ね、困る。10年後って困っちゃうよ。好きです、優しいね、ありがとう。やで、インドって呼ばれるかも。東のインド、西の京みたいな感じで、もう東のインド、もうトゥクトゥクとか走り始めるかもしれないじゃん。もうすごい、アラビアン、若者のすべてって、なんであんないい歌なんだろう。リコチの横で扇風機持ち歩くから心配しなくてよ。特大扇風機、首こうつこう、首根っこつかんで、こうめっちゃでっかい扇風機。フィリピン、ほう、あくびが出ちゃう。秋らしくなってほしいね。夏場の野外スポーツ、屋外スポーツ、すべて屋根付きになるでしょうね。それいいね。なるん？なったら楽やんね。ゴミゴミ、かわいい、ありがとう。あくびのタイミングで。眠いよ、ずっと眠い。てか部屋の片付けしないとって思いながら、もう全然できてない。サム、尊い、かわいいもありがとう。カズさん、ありがとう、ありがとう。もう9月もよろしくお願いします。皆さん、月見パイと月見マックシェイクも出る。え、月見マックシェイク
マシックシェイク間違えちゃった。月見マックシェイクの味って何？月見要素どこからなんだろう。飲みたいけど9月もヨロピクです。ヨロピクです。もうあカスタード系卵味、カスタード系いいね。卵味ね、なるほどね、嬉しいかも。カスタードね、カスタードはうまいに決まっちょる。9月も可愛いリコちゃんを見る。フレピーピーです。フレピーピー、カスタードはうまい。嬉しい、楽しみかも。月見マック、何あれ、お月見、月見マックでいい、月見バーガー、すべてひっくるめて月見マックで。久々に圧お願いします。9月もよろしくね。冷たい小さな圧よろしくね。小さな圧です、ちび圧です。スタバの新作ってお芋？目玉焼きシェイクの NGNG 絶対もう一人で飲んでてくださいやんけ。ゴミゴミありがとう。私はねえねえ聞いて、つかぬことをお聞きするんですけど、黒霧島ってどんな味がするんですか？なんかCM でやってるお酒って一体どんな味がするんだろうって気になってるんですよ。黒霧島ってどんな味なんですか？黒霧島って何からできてる？芋焼酎？お芋？カスタード？わかる。山口出身だったら危ないけど、お芋さんの味。ほう、やっぱ米からできてるお酒と芋からできてるお酒は違うのね。芋の香りと味がするの。じゃあ私さつまいも好きだけどさ、好きかな。黒霧島めっちゃ気になってる。なんかアイドルレシピ、メイクレシピみたいなのを流れてきた時に、アイドルめっちゃお酒の好きなアイドルみたいなやつに、なんかもう黒霧島は安定みたいな。芋は匂いきついよ。あ、そうなんだ。ちょっと癖がある。芋焼酎飲みやすい。へえ、試してみたら。あんなでっかい瓶一人で開けらんないよし、別に私はそんなちっちゃいの、もう一口試し飲みしさせてくださいぐらいなので、一口もう舐めるだけでいいので。気になるの、めっちゃ独特な癖があるんだ。でも飲みやすい人にとっては飲みやすいんだ。芋癖が強い麦焼酎。へえ、俺は麦のが飲みやすい。はあ、確かに。まひなさんに聞くのが良い。お湯割り、なんかすごい。黒霧島部活やめるってマジか。強そう、絶対なんか相撲部とかやろうな。焼酎より、麦焼酎の方が飲みやすい。焼酎の、ねえねえ、日本酒だよねそれって。泡盛、はあ、なんか聞いたことある。うん、マジで相撲取りみたいな名前。黒霧島、西黒霧島とか言われる、絶対に。そう、酢が薄めずにロックで飲む。わお、泡盛はサトウキビからできてる。日本酒とは違うんだ。はあ、じゃあ変、もう全体に違うことを思ってた。なるほどね。獺祭は日本酒だよね。日本酒と焼酎は違うんだ。バレー部がバンバン強いスパイク打ってきそう。絶対に今のキャプテンでしょ、絶対。体もでかすぎてもうびっくりするぐらいの。ゴールド数
い。ロック。大人だなみんなったら。獺祭は日本酒。なるほど。りこちお酒強いっけ。わかんない、日によるんだよね。日によります。クリティカルさん200回ありがとう。日によって強い時と弱い時があります。水割りはお酒に弱い日本人の考えた方がいい。ちょっとダサいね。ロックだよ人生は。そんな水割りはにお酒に弱い日本人が考えた飲み方にダサいねっていうなんて恥ずかし、ちょっとなんか嫌になってた自分の発言。ダサいね。もう世界各国の人からダサいって思われちゃう。そんな、生きんな生きんな。焼酎日本酒わかる。わかんないけど焼酎飲んだことないから。マウントをね取りたがる。へえ、たこ焼き好き。ダサいはやめなさい。はい、すいません。焼酎ブーム、今の焼酎ブームは。へえ、うん、あ、そうですね、シュープレさん明日だね。安いお酒は悪酔いする傾向があるよ。あらま、そうなの。週刊プレイボーイさんよろしくね。瀬戸内のグラビアクイーンって呼ばれるようになりました。急に二つ名がつきました。私にもありがたいお言葉ですね。なんか SDU の元気娘がみたいな。元気娘絶対買って。ウイスキーはなんだ、一番酔いやすい。ウイスキーなんか茶色い。テキーラショットもなんか瓶に入ってるイメージ、四角い。キハさんありがとう。金魚。元気娘、元気娘、元気娘ね。クイーンになったらしい。それのインパクトある。イメージ、え、じゃあもしもう眠れぬ夜が現れて何かにすがりたいってなったらコンビニで黒霧島を買うね。それでデビューします。私黒霧島デビュー。カズさんいいね、ありがとう。強くなりそう、マジクラシック感半端ない。元気娘ってキャッチフレーズやばいね。ダークホースやばいですね。ライスシャワー。急に今日の話題は良くないな。お酒の話したり競馬の話をした。うん、日本に入った当初ストレートで飲んだ。ぶっ倒れる日本人が続出した。ダサいわ。あー良くない。マウンティングリコちゃんです。リコちゃんのグラビア、グラビアいっぱい嬉しいですね。でも私スパークリングが好きですね。シュワシュワしたのが好きっす。嬉しいっす。正統派ですか。やったぜ。マッコリ、マッコリも飲んでみたいですね。あ、ミオ。わかんない、飲んだことないかも。いや、あるかも。好きだったか覚えていない。獺祭スパークリングもあるよ。あ、アイスクリーム好き。ハイボール飲んだことないかも。でも飲んだことあるかも。どっちやねん。あ、スパークリングワイン飲んだことある。スパークリングワインがなんか四角い箱みたいな、あの お米の棺みたいな。棺ですかね。なんで棺って何あれか、棺なんだっけ。なんか棺ってこれですか。あなた、おひつこれ何、これちょっと棺は買おうけか。
ゴミって言っちゃったり。マスか、あれは。あれもなんか変、飲み方全然わかんなくてもう困りました。あれもマスは、マスにこぼれたやつも飲んでいいんですよね。はあ、難しい。あれマスね、あれマス。次入ってない。もう難しいですよ本当に。鈴ね、わかんないよ。ホラーコンセプトバー、上級者向けだね。そう、今日はグミのことをゴミと言ってしまった。もう本当に最悪です。シャンパンってわかんないけど、そう、確かに。でも棺はわかんない。 笑っちゃうね。あー、よくないです。マス、あ、でもマスで日本酒は飲んだことない。スパークリングシャンワイン、スパークリングワインだ。あ、飲んだ。えっ、ななこさんとお酒好き。昨日ななこさんのラジオ配信見に行った。中身グミかな、怪物来た。中身グミかな、中身グミかな。もうすごいよね本当に。素敵すぎる。グミマジで協会、グミ協会だよ。そんなサングリアとか飲みやすいの、わかんないよ。サングリア、グリとグラなら知ってるけど。ミキヤくん、タコありがとう。いいえゴミです。マジアンサーすぎる。中身グミかな、いいえゴミです。怪文しか喋れなくなったらどうする。もう無理、トマトぐらいしか言えない私ね。グミのひくる、リコチのコップで日本酒いいですよ。あ、出た、嬉しいですね。棺って言葉は本当。え、じゃあ今から日常会話で絶対聞かないような言葉選手権しようよ。日常会話で絶対聞かないような、武藤トムさん、いい。あ、甘酒好きよ。あの、米の粒々がうまいっす。あ、落としちゃった、机ガタガタしてたら。何かな。前の車追ってください。大喜利や、面白い。それはないね、絶対ないね。日常会話で絶対使わないよね。この中に犯人がいます。絶対使わないよね。ちょ待てよ、絶対使わない。使ってたらドン引き、ドン引きでございます。チョコプラさんの YouTube の企画で絶対やる。チョコプラさんの YouTube の企画なんだと。返してくれた。この中に犯人がいます。なんだと。明日天気になれ。ないね、絶対ないよ。こんな育ちのいい子ぐらいしか言いません。5歳です。スーを差し上げます。あー、全然絶対あのゴイゴイスーの方しか言わない。名前でなくて申し訳ない。今唐突に、あれおかしいぞ。ここは俺に任せて先に行け、絶対言わない。津田さんもそうだ。ギャフン絶対言わないね。これはペンです、絶対言わないね。まず絶対言わない。おのれ絶対言わないね。ラーメンつけ麺僕イケメン絶対言わないね。ワードはワード、限界なだとか絶対言わないでしょ。三角巣とか絶対言わないでしょ。何があるっけ、三角巣とか言います。あー、リトマス氏絶対言わない、絶対言わない。タクラマカン砂漠絶対言わない。マジ一番強いかも、タクラマカン砂漠は。マリアナ海溝絶対言わない。うわ、これ読めないもん。三角巣なついよね。マリアナ海溝やばいね、絶対言わない案件だよ。なん超党
もう絶対は言いません。メスシリンダーとか、うわゴビ砂漠夏、トラジディーなーや言う人おるかもよ。金中、何これ、クゲショハット、これも絶対言いませんね。百葉箱とかもう絶対言いません。チンギさん、南鳥島、ありがとう、南鳥島だ。コンデ永年資材法絶対言いません。うわシリコンバレーとか絶対言わない。アーストラロピテクスはもう絶対言わない。それなんだっけ、に人のあれか、ほあれか、進化のやつか、絶対もう久々に聞いたもん。本書四五千もう絶対言いません。鳥取砂丘ギリ言うよ。エベレスト山頂ギリやな。底辺かける高さ割る2、1位だわそれが。絶対言わないランキング第1位です。確かに新恩返し、確かに絶対言わない。プレートテクニックスって何、テクトニクス、デカン高原絶対言わない。なんだろうね、スリジャワヤルダナブラコって、えもうなんでこれわかるんだろう。ヌクレオチド絶対言いません。なんだっけ、もう全部わかってしまうのはなぜ。ヌクレオチドってなんだっけ、エヴァに出てくるっけ。面白い本当に。あなんだろうな、これ好きだわ、空中散歩。あ生物か、うわそっか、マジで懐かしいね。葉緑体はギリ言うんだよな、角とか、サインコサインサンタンジェント絶対言わないよね。あ DNA の中身か、ヌクレオチド、ありがとう、マジで。デオキシリボ核酸も絶対言わないでしょそれだったら。ミトコンドリア夏い、素数、このルームでは結構素数が好きですね。水平リーで僕の船、七曲がるシップスクラークか、確かに旦那様使わないね。バーチャルローの戦いマジで懐かしいね。メソポタミア文明とかどうですか。ヌクレオチドは私のオチドって言ってた先生が言った、その先生よさげ。アイコサペンタンサンペンタエン酸、そんなのがあるのか。バスガス爆発、私よく言っちゃうんです。チグリス川、ユーフラテス川、マジでお利口さん、理系出身者多い説、確かに。シュバルツバルト、シュバルツバルト、えなんか聞いたことありません。あ面白いわこのゲーム。最近チョコプラさんの YouTube 見るのにハマってる、めっちゃ面白いです。東京特許キャキャキャ、マジ言えないよね。チンダル現象、このルームで知った言葉、そうね、沈殿していくやつね。ブラウン現象、なんだっけ、ブラウン現象だっけ。なんだっけ、ゴールデンダルマがさもうこんな揺れてた、これブラウン運動だっけ、なんだっけ、忘れちゃった今急に。ハボイツは架空のブランド言い合うやつマジ好き。あこれみたいな、これはペタコニクスペタクルーゼペタコニクスペタクルーゼのリングだよみたいな。ブラウン運動だ、ブラウン運動、ブラウン運動は大好きです。あの限定のとか、そうマジで面白い。ドップラー効果、あでも結構日常的にあるもんな、好きですよドップラー効果。ハローです、初見さんこんにちは。え今思ったんだけど、ルームが元に戻ってる、ルームが海に戻ってる、てかこれずっと海にしてもらえるんだったらガチで嬉しすぎる。ありそうです、ギャルズピクミン絶対あります。えそれギャルピクとか略されるんだよね、 GP とか。あー面白い、うん、花火のやつだったけど、うん、ドッ
ドップラー効果、プラシーボ効果、エビデンスキャンサーって何？架空のブランドですか、もしかして。絶対にマジで。キャルピク、チコリーってゲーム出るの？ドッコラー効果だってあるの？何それ、どこってなっちゃうじゃん。リコちゃんどこ？つむさん300回ありがとうございます。にゃん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 。もう最近ずっともうチョコプラさんしか見ていない。猫ミームでした。何？ホルツマン定数って何？シラス大地？なんか懐かしすぎる。知らんけど。カルデラとかね。は？鬼とマキエイいる。そうです。ここら辺に。ハッピーハッピーハッピー。ご機嫌いいに決まってんだろうがよ。今無音が鳴ったよ。プラさんラブ、ご機嫌に決まってんだろう。切れ始める。三八さんありがとう。ご機嫌なのかってなっちゃうね。マジでみんないろんな言葉知ってるね。地形、地名得意ですね。釜揚げしらすラブ、うん、チコマグダリアの歌だって。もう絶対ありそう。情緒大丈夫か、あんたが大丈夫か。すごい、待って、どうしたんですか。タワーを投げて。鈴木秀和さん、どうしたんですか。タワーを投げて。タワーだ。タワーを投げて嫌がられるやつ。タワーだ。タワーありがとう。どうしたんですか。多分謝るんじゃないかな。本当だよ。なんかもう絶対そうだよ。キレられたいからタワー投げられる人が多い。タワーありがとう。タワーを投げてこの目される人なんていないよね。タワーありがとう。ありがとうございます。何タワーなんだろう。私は本当何気ない日の何タワー、理由のないタワーに一番やっぱもう分からないんですよね。もう本当にえってなる。えってなっちゃう。なんなんですか。このルーム怒られたい人が多いの。の目になるわ。何なんですか。そうちゃん、あ、パチパチありがとう。ちょっとおお。カズさんかっこいい、ありがとう。誕生日なの。誕生日ですか。誕生日なんじゃん。何タワーですか。ありがとうございます。ありがとうございます。タワー、何タワーの理由、タワーの理由を知れたらまだね許せるんですけど、タワーはねの目で見ちゃいますね。うん、
圧です。圧がじゃないよ。何ですか。明日朝早い。提出物、明日までの提出物のやつがあってちょっと死にました。タワー立てて怒られてるの草。怒る。何タワー、一緒に早起きするよ、ありがとう。明日までの提出物のやつがあって一気にもう萎えました。医師さんありがとう。お日様おじさんありがとう。あー、9月もよろしくねってことなのか。なんなんだ。はぁ怒ってる。ファイトありがとう、ありがとう。シュープレイ祝いの頑張るしかないよね。今日は大忙しだ。うん、テンション下がる、超下がる。提出物やらなきゃ。今日はもう配信でのんびりお話ししてワイワイ。もう配信が終わったらもうお休みってする予定だったのに。どういうタワーなんですか、ちなみに。じゃあちょっと配信の後半ぐらいで提出物ちょっとか、ちょっとだけやりたい。宿題貯めるタイプか。違うにょ、もう宿題ありすぎてよくわかりません。もう毎日毎日多すぎます、宿題が。もやもやタワーね、タワー、無言でタワーを投げるって何なんだろう。カマチョか、カマチョだ、カマチョ、カマチョめ、カラムーチョめ。明日は2学期やばいね。代わりにやってほしいですね。タワーを立てると小1時間説教されるです。です、大勝ちしたのか。なるほどね。じゃあ一旦置いておきますよ。だって理由のないタワーにはお礼できません。私は言うこと箇条書きにするすら忘れてるんだよね。したことすらどうしたらいいんだ。まあそうね。ああ、完全に死です。昨日提出物を提出して大満足してたわ。そういえば2期生の STU の2期生のオーディション、
私はね、そう9月2日が最終日で、9月2日に応募したらしいです。私最終日に良かったよね、マジで。マジでなんか間に合う、なんか気づいてよかったね。もうすぐで5周年です。そうだよ、お役目中ってことか。あ、もうほら絶対謝ると思った。もうそうや、もうだーですよ。じゃあ絶対理由も絶対なんか謝罪系なんだろうなとは思ったんですけど、8月17日お渡し会現場に行って間に合わず参加できなかったお詫びだって。予想通り。 Good evening。 予想通りです。最終日ね。そう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 。え、あれでマジさ STU2 期生のオーディションに気づかなくてさ、応募してなかったら終わってた。もう2週間前の話だし、もう誰も気にしていません。理由が判明。鈴木秀和さんありがとうございました。やれやれだぜ。やれやれだぜね、アイドルになってよかったよ。 STU になってほんとよかったよね。今思い、これはどうしたらいいんだ。そんな謝罪タワーだなんて。私がもしオーディション気づいてなかったらもう大変です。やれやれだぜ。まったく。そうだよ、私なんかもうそんな、なんかもう自立してください。本当にもう謝罪なんてもう点点点です。まあしょうがねえから。ほんとしょうがねえな。口が悪い。ほんとしょうがねえな。絶対アイドルやめないで。ピースさんありがとう。許してんだよ、もう許してんだからよ。てかね、なんか結構私はイベント行けません報告も、行けなかったです報告も悲しいので、もうキンクです。キンクにしてください。普通に悲しいです。普通に悲しいです。こちとらもうたくさんの方に来てほしいという気持ちなので、普通に悲しいです。目前向きコメントしか勝たん。ルールが追加。そうそう、もう後ろ向きコメントはもう駆逐です。
後ろ向きなね言霊というものがあるので、はい、では鈴木秀和さんへタワーありがとうございます。来れなかったことは忘れて前を向いていきましょう。ちなみに許さないので反省してください。鬼畜感謝お手紙、鬼畜な感謝お手紙、タワーありがとうございます。鈴木秀和さん反省してください。もっと早く家を出て間に合うようにしてください。もう許さないのでほんと反省してください。まあ来ようとしたのはほんとあの来ようとお渡し会に来ようとあのしたことはあの本当ありがたいんですが、もう本当早めに家を出て渋滞とかいろいろ加味して家をしっかり出てください。間に合うように次から気をつけてください。なんか前もあったんだよこの人、この人2度目だから。チケットを無駄にして申し訳ありません。だってこの前ツーショット会があるのに、お話し会で幕張でツーショット会があるのに、それもなんかブッチしたんだもんこの人。2度目だよもうね。何度もあるんですよ、2度あることは3度あるんですよ。ああもう、コメントで毎回リコちゃんに認知してもらいたいみたいな、もらうにはどうしたらいいんだろうみたいな、もう毎日本当にそういうのをコメントしてるんですよ。もう悪い意味で認知しちゃったので本当許しません、反省してください。反対や長い、この名前でやってるんだもん。だってツーショット会は仕事で行くに行けず、それはしょうがないです。ではおしまい、ありがとう、いつか来れる日は来てくださいね。わる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 です。記憶力しかないよ私は、もう根に持つタイプなんだから。みんなでもこれで真似しちゃダメだよ、みんな真似したらダメだよ。タワーはそうだね、そんな、だって私はタワーをいただくには本当もうよろしくありませんから。ニョッキンミルンさん、タコありがとう。あとさっき結婚してをしれっと投げた人がいます。トラッキーさんありがとうございます。誕生日なんですか。強め、今日すごく強め。うん、誕生日なんですか。圧が強めですね今日。サブお疲れってありがとう、ありがとうございます。誕生日じゃない人は投げてはなりません。そう、すっきりいきましょうね、すっきり。お誕生日はねもう結婚しては投げ放題なので、はい、年に一度なので楽しんでください。肩もみしましょうか。わあ、おー投げる予定。わあ、福ちゃんちタコありがとう、テアコありがとう。このタコこのタコって最高な言葉すぎてマジで可愛いよね、このタコ。リコチルームの規則、この間誕生日だったので投げていいですか。池様かわいい、ありがとう。
かに。時にはタバよりもお疲れとか可愛いとかのメッセージギフトが主キメロです。好きですギフト、確かにそっちがいいよね。まあ、コメントしてください。コメントやっぱ楽しい。なんだよ楽しんでて草楽しんでて草草生える。あ、治安が悪いからさ、治安が悪くなっちゃった。どうする、今日インスタ投稿する、何があるかな。マンホール写真ぐらいしかないな載せるとしたら。絶対アイドルやめないでずっと。流星かわいい、ありがとう、大量ありがとう強めすぎてウケる。今日そうちゃんいいね、ありがとう。草を生やしてください、もういっぱいいっぱい。パリーさんクソデカレインボースターありがとう。やばい、クソデカとかも言ってるし、今日は言葉遣いが悪い、よくない。そう、マンホール写真は島旅クルーズで瀬戸田に行った時にマンホールがめっちゃ可愛かったんですよ。なんかそれぞれそのね、写真もいいかなと思ったんですが、それなファーストテイク私が見た。だって君はアイドルよ、ただの絵のと分かってても、君はキラキラ衣装が似合う。そこと落ちまおう。ちゃんちゃんありがとう。トリガーさんありがとう。ドマスのラブライブ柄見たことない、見てみたい。いいよね、住みたいです。もはやうん、今ね探してるの、投稿する写真のあれたち。え、あと9人で4000人、やばいじゃん、やばいじゃん。インスタフォローいっぱいしてください、私の夢が叶うじゃん、嬉しいね。ポケモンのマンホールとかあるよね。ホムさんもありがとう。冬クルーズもいいなと思いました。さすがに島旅クルーズ夏暑すぎたよ、激アツランドでした。あ、この写真そんなたくさん公開してないからこの写真にしよう。だって君はアイドルよ、ふわ、よっきんみるんさん尊いありがとう。ティーティートゥートゥー、ティーティー兄弟、
冬が懐かしい。冬も好きだったな。マツケンサンバ、俺、俺。つつつつつ。マツケンサンバ。たたたたたたた。ビーバ、ビーバサンバ。マツケンサンバ。俺。カズさんミラもありがとう。そんなにハマりましたマツケンサンバ。本当。突拍子もなく急にマツケンするからびっくりだよね。ほんとすいません。ほんとチコチコサンバどうしたどうした。話聞こうか。ウケる。唐突マツケンにびっくりさせてしまいました。ごめんね急なマツケン。サンバなんにも写真がございません。ちょっと待って。いらない写真は消す主義なので、ちょっとここら辺は消す。なんかいっぱいスクショを撮ってる時あるじゃないですか。よくない。こんなスクショする？私。マンホールが一番いいかな写真あっくん馬ありがとう。私の急なノリに。ああインスタありがとう。たくさんのフォロー嬉しい。フォローしたよって優しいです。多分もうすでにフォローしてる人もいる。あっさっきから3人も増えてるんじゃない。えっインスタグラムフォローしたよ。今から見に行くね。嬉しいです。フォロー外さないであげてね。もうみんなのさすがなラブをもらっちゃってます。安定に花火の写真にし、あ、花火じゃない、浴衣の写真にしようかなと思ってるけど、良い？
の浴衣だけど良い？カズさん、いいねありがとう。上の字幕にフォローしてって付け加えたら文字数がもう制限超えちゃうから、うん、困る。にゃん、福ちゃんちありがとう。爆弾、もう人聞きが悪いこと言わないの。花火ありがとう。あと4人になった、超嬉しい。食事管理して食べ物気をつけてる、偉すぎる。倒れないでね。フォローしててくれて嬉しい。フォロー外さないでね。赤の浴衣の写真、SNS ラブ最近。鹿の子の子の子腰たんたんしようね。SNS 確かに宿題多め。じゃあこれを今からディスコード、ディスコード、イエーイディスコード。
ポチったら2000円払い受ける。つらい、課金制だとは。かんちゃんラブさん200回ありがとう。にゃん、やっぱここの毛は短いしか勝たんよな。見て、私もうこんなに長かったんで、こんなぐらい長かったんですけど切りました。短いしか勝たん。触覚なんぞ回ったら可愛いけど。お、なんかベリーショートみたい。うん、よく結構切った。チョキ。黒髪霧島ですか、これは。黒髪霧島、ニョキミルズありがとう。芋焼酎、芋ですか。芋じゃない。鏡よ鏡、ゆうこちゃんどうして可愛いの。サム似合う、可愛い、ありがとう。とにかく可愛い、ウケるね。フェイスラインよね。あ、ほんと綺麗に見える。やったぜ、スポーティーでよき。やったぜ、やったやった。なんか私は触覚とかだ作ったら逆になんか顔が大きく見える気がするんだよね。顔近くて笑われた、ひどい。そんだけで笑えるなんて、箸が転げても笑うんだろうね。イチャくて、イチャいの。転がった時は笑いません。お願いします。小顔が普通の小顔。やったぜ。ん、めっちゃ小顔が普通の小顔。ダメじゃん、めちゃ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 小顔じゃないと。どめちゃ小顔。小柄でしたか、私は。チビです、チビです。ギャル自分のことチビとは思ってないよ。自分のことチビと絶対に思ったことは一度もありません。でもさ、身長みんな高くない？165超えが多いのよ。私も165超えには何憧れがありました。浴衣ヘアアレンジ、浴衣ヘア。
かった。追をするね。え、このグループで一番小さいのってあずみなのかな。福ちゃんちありがとう。うん、156は平均。ザ平均。きた。すごいね。3997フォロワーになったよ。あと3人なのでは。 I love you mommy ピコミ。 I hope your day is going well. Thank you. Thank you.次会えるのいつなんだろうね。次は福フェス、香川の花だれか香川の福フェスかじゃない。よろぴくぴく、よろぴくみん。え、じゃあさ、どうする。提出物のさ、提出物の文章なんだけど、そう、文章、花だれ福フェス最高なんだけど、マジ。グランボ中さん、星花火ありがとう。そう、文章制作、千字、一千字。後ろさん、タコありがとう。え、原稿用紙2枚半。え、千字ってそんな、なんだ。宿題じゃん、本当に。
Homework. Assignment. Oh my god. チャット GPT さんにもやってもらおう。確かに。それがいいのでは？大学生のレポートだ。今日米食べた？米食べた。寿司。お惣菜寿司だよ。チャット GPT でも課金しないと無理でしょ？チャット GPT で宿題やる人よくないじゃろ。お寿司の口になった？お寿司。お寿司屋さんのお寿司も好きだけど、お惣菜のお寿司も美味しい。煎じ考えてください。難しいでしょ。ネギトロマジ美味しいよね。Just homework. Writing.一人暮らしのアイドルさんのご飯事情って本当に謎に包まれてる。それな。私もそう思います。私もそう思う。タコスとお寿司しか食べてない。本当に自分で手作りするか、タコスをか、お惣菜のお寿司を買うか、二択です。お家で食べるご飯はか、オートミールオートミールを食べるか。私はオートミールが好きだから。はい、栄養が偏っています。でも8月どんな食事をしてきたか思い出せないんだけど、出されたものを食べていた気がします。831ストックたくさんある。確かにメンバーさん同士でね、何食べてるか知らない。一時期サラピに食事報告してたけど、日常的なご飯は報告しなかったか。うどんにしようかな。私も実家住みのメンバーになりたい。私もなんでしっちょんカロママ。確かに同じもの食べれたの嬉しい。確かに私お弁当でしか生きてない。あ、速攻元気もあるよ。カロママはいいよ。乙女神好き？かわいい、嬉しい。髪サラサラ嬉しい。坂本ちゃん100回も見てくれてありがとう。
頑張ってさ、提出物さ書いてみる。本当？付き合います？書き出したらいろいろいけるかな。じゃあちょっといる、とりあえずやってみよう、でやってみます。精神でね。カズさんファイトありがとう。頑張る。日本経済についてなんで分かったの？今回のレポートが。いやー、全然いけないいけない。最初の自己紹介で止まってる。髪の毛がなんかもう鍋に入れられたパスタぐらい広がっとる。分かった？こうやってパッ、分かった。もう全然無理。今日ね、うわっ、アジャバルトロさんありがとう。お手紙ちゃん、自己紹介メールも送るからね。本当に日本経済について、そうだよ、渋沢栄一が、多分今100文字ぐらいかな。渋沢栄一資料館、そんなのあるの、すごい、分かった。シロさんありがとう。何がいいかな。
むじゅかちんよ。昔から文章を書くこと好きじゃなかったな。マッシュさんありがとう。爆弾。髪マジでサラサラ。KMS だわ。髪マジでサラサラ。ギナイが別れたバナ優しい。いや急になんか違うな。RMK はルミコだろ。コスメね、お化粧品ね。リコマジ可愛いの略か。そういえばメンバー写真集の話で思い出したんですけど、終盤のページにお花を持ってお風呂に浮いてるシーンあるじゃないですか。あれは私がプロデュースしました。そういえばほんとめちゃめちゃもうこんな時に言うんだけど、あれは私がプロデュースしました。あれ超お気に入り。あれはガチお気に入りです。嬉しい。あれ好き？あれよね。だよね。急な情報すいません。なんか大事すぎて言えなかった。なんか一番お気に入りすぎて、一番私がもうプロデュース天才じゃない。天才プロデューサーリコって呼んでもいいよ。
子が一番数奇です。今ね、オフショットを見てた。いつかあげよう。まあみんなにそう言ってもらえたらちょっと嬉しいですね。手記ですね。フライト？そう、顎まで使った。あ、服顔ですね。確かに顎まで使う。お花最高。え、そう、入浴剤を入れなかったのも私のプロデュースです。透明感でしょ。天才。もう本当に穴が開くほど見てください。あそこが一番好きと、なんかキャワでした。なんかいい感じでした。あとシャツが透けてるのも可愛かった。透け透け。毎日見てるよ。マジ嬉しい。あ、最後の最初の、あ、最初の2ページぐらい、あれも本当大清楚だよね。あれも1日目で本当ガクガク緊張女だったんですけど、笑ってるページはリコチの笑い声が写真集から聞こえてくる気がする。だよね。ガハハハガ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 ハ聞こえるでしょ。あれもガチ笑いですね。もうめっちゃ笑ってる。ガラスにほっぺた押し付けてるやつ可愛すぎる。嬉しい。本当はあと白い水着の方でガラスにもうべったりくっつけたこと、もうくっつけたんですけど、どうなったんでしょうか、あの写真は。おっとっとさん、かわいい、ありがとう。あ、水鉄砲いいですね。バンバン、あれも楽しかった。本当にびしょびしょ。車の助手席にはリコのトリコ。ガチ？私じゃあ安全運転できるね。リコのトリコ。
そうちゃんかわいい、ありがとう。そうですね、ガチショックでした。もうあれもカオスすぎました、本当に。そう、すごい写真集のネタバレになるからあんまり言えないんですけど、なんか本当は最初かき氷を服にこぼしてしまって、そっちに気を取られて、なんかわーみたいな、もうなんかマネージャーさんとかもなんか、うわもう何してるのみたいな感じで、なんか本当にみたいな、服大事だーみたいな感じになってたら、もう手がもうそのままバーンって、マジありえないですよね、本当に。もうもうみんなバタバタしないでって思っちゃいました、その時。自分のミスなのに。ピエン、あ、もうそれ以上はもうダメです、本当に。それ以上はもうネタバレなので言えません、大ネタバレ。やったぜ、表情抜群に良かった、嬉しいぜ、やったぜやったぜ。あと3人、あと3人って、インスタのフォロワーさん、みんなフォローしてね。初心者のテーマは二面性ですね、裏表。私の裏はもうガオガオですから、うわ落としちゃった、すぐに切れます。私の裏はすぐに切れます、もうほぼ表、タワーを投げたらすぐに切れます、それが私です。
どうだろう。やばっ、もう8時。今何あの文字か数えてみるね。文字数カウント。え、急に音楽が流れ始める。カウント490。あと半分だね。まだまだじゃん。頑張れ頑張れ、あと半分。
思うままに筆を走らせようね。でも今日中に終わったら超最高、かなりいいペース。そう、宿題中。福ちゃんちファイト、ありがとう。よし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 。インスタフォロワーさん4000人いった？うわっ！やったじゃん！すごい！やったじゃん！嬉しい！そして今コメントにいいね。嬉しい。フォローしてくださったこと、人のこと、名前絶対に忘れない。カズさんバチバチありがとう。みつるんいいね、ありがとう。超最高、嬉しいです。インスタって伸びにくいとメンバーの中でもう有名なんですよ。嬉しい。うわ、メールも初めて取った。よろしくね。嬉しい。よろピクピクです。これからもインスタ目指すは1万人フォロワー、頑張るぞ。さあ文字数をカウントさせなさい。852。4月からモバメ撮りました。よろしくお願いします。おやっきーさん、福ちゃんち、そんな大量タコ花火ありがとう。わー
どうだ。974。あと26文字。せいくんお疲れ、ありがとう。何を入れよう。はい、これでどうだ。1076。きたきた。やったぜみんな。イエーイ。宿題が終わりました。あっくん、じいじいありがとう。よかったー、宿題できたー。パー、佐藤直介お疲れって、ありがとう。ちゃんと心を込めて文章書きました。みんなに次読んでもらう機会ができたら告知します。バリーさん頑張った、ありがとう。山猫マンさんも頑張った、ありがとう。優しい、こんだけでそんな頑張ったってお祝い、ありがとう。佐藤のんすけお疲れ、ありがとう。あっくん GG もありがとう。やっぱりやればできる子なのよ。1時間ほどで完成した。私よかった。福ちゃんちブラボー、ありがとう。ブラボー、やったぜ。メイクレシピの作り方わかんなくてさ、作ってみようかな。あれってどうやってさ、型抜きとかして、型抜き白抜きわかんないけど、じゃあ9月の目標は4000、どうする ?500 人を、やばいぞ。4500人フォロワーを目指して頑張りたいと思います。やばいぞ。やばいのでは、首を絞めるのでは。まあそんぐらい、いっぱい、もうちょっといっぱい、マジ激デカ目標を、激デカ目標を叶えて、あ、掲げて叶えていきます。うお、拡散もよろしくお願いします。私もなんか可愛い投稿頑張ります。頑張ろうぜ。5000人はやばいでしょ。1000人増えるかな。でも言霊ね、こうやって4500人頑張るぞ。ありがとうございます。
では配信終わろうかな。寂しいけど、皆さん私の配信を見てくださりありがとうございました。本当にたくさん支えられました。ようくんいいね、ありがとう。良いね。もうこれからも頑張っていくのでよろしくお願いします。じゃあこの後ちょっと自己紹介メール送るのでよろしくね。ゴミゴミお疲れ、ありがとう。ありがとうございます。では壇上の方を呼んでいきます。おお、飛行機の時間8時間とても楽しかったよ。よかったよ、楽しみにしておいてください。かわいいおかよ、あ、いつも頭ばっかですいませんが、よかったです。じゃあ39から、くにちゃん、ゴミゴミ、ダイランさん、平成天狗さん、たくまさん、ピースさん、サンソンさん、石井さん、みきやくん、ひびきさん、ひろぴーさん、おひさまおじさん、かーくん、こばさん、まささん、くじらとさん、てんてー、ポンコツさん、ロムさん、トラッキーさん、なべさん、うらべさん、そうちゃん、おっとっとさん、スノー、はーくん、たかいちさん、さんぱちさん、マイコル、アジバルトさん、よっきんみるんさん、サム、りゅうせい、そして本日の秋元先生枠は、やまねこぽーず先生です。ありがとうございます。かずさん、あっくん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ。第3位はバリーさんでした。ありがとうございます。第2位は鈴木秀和さんでした。ありがとうございます。そして第1位は福ちゃんちでした。福ちゃんち、ありがとうございます。そして皆さん見てくださってありがとうございました。みんなが見てくれたおかげで超最高な1日になりました。じゃあまたちょっといろんなちょっと SNS 活動これからも頑張っていくのでよろしくお願いします。では皆様、今宵もって今宵も健やかな一日にしてくださいね。最後の最後まで健やかに生きてください。それでは行きますよ。あれ、なんかちょっと待って、見れてない。あ、ちょっとギフトがあれ見えないやつにしてた。コメントの方を開いてた。ハリーさんお疲れありがとう。ボヤッキーさんもお疲れありがとう。あっくんお疲れありがとう。優しいです。9月もよろぴくね。ありがとう花火。んのりみおさんありがとう、ありがとう。バリーさんありがとう、とお疲れありがとう。メイクレシピやってみるね、なんかもし暇だったら。カズさんありがとう、ありがとう。暇すぎて寝れないみたいな、もうなんかもう寂しくて眠れないみたいになったらちょっとよろしくお願いします。みきやくんかわいい、ありがとう。それでは皆さんありがとうございました。じゃあ今宵も健やかに眠りましょう。それでは行きますよ、せーの、えいえい、おやすちー、みんな健やかに。ありがとうございましたね。じゃあ健やかにね、またね、おやすちなさいまし。たくさん見てくれてありがとうやで。